今日の動画は立川さき初のソロライブ、そしてフォトブックサイン会のための東京ツアー Vlog です。現在は大阪在住の私です。で、東京に帰るときには基本的に今までは新幹線を使って帰っていましたが、今回はなんと初めて飛行機で帰ってみることにしました。久しぶりの飛行機だったので、いろいろとスムーズに行くか心配だったので乗り遅れることがとりあえずないように、全てチェックインと荷物検査預けるとこまで全部終えてから、一番もう安心して食べれる状態でサンマルクカフェに入りました。そして、まあ、優柔不断の私は何セットにするか迷ったわけですけれども、甘いのとご飯系と両方楽しみたかったので、このなんだっけな、これビーフシチューパンとチョコクロのセットにしました。飲み物はコーヒーです。で、今回の旅は関西国際空港から成田空港行きの飛行機です。なんでそんな便なのかというと、まあ、当然、羽田とかの方が家には近いんですがジェットスターっていうね、格安航空を初めて使ってみようということで、もうね、片道7000円とか8000円なんですよ。で、その安さに惹かれて、ちょっと試しにちょっと旅行、海外旅行気分を味わえるしいいんじゃないかなと思って撮ってみました。で、結論から言うと、かなり家から関空までも遠いし、成田とうちの実家間も割と遠いので、結構時間的には新幹線で帰るより倍ぐらいかかるかな。だいぶ時間かかりますし、お金も結果的にはそんなに安くならない、少し安いぐらいですかね、総額。まあ、それはそれとして、空港ってなかなか行かないところなので、ちょっとそわそわ感というかワクワク感、海外旅行感を味わえたので楽しかったので、プラマイ、ちょっとプラスということにちょっとプラスということに、経験値がたまるということでプラスということにしておこうと思います。今回の旅の一番のメインイベントは立川さき初の完全ソロライブでございます。今までは結構バンドで演奏だったりとか、デュオで演奏とか、他の人と一緒にライブをするってことばかりだったんですけど、初めてね、本当に一人で、普段私が配信で演奏しているような感じで一人で、生の演奏会を開いてみようっていう企画で、本当完全自主企画としてチャレンジでした。初の一人企画ということで、もちろんお客さんを呼ぶ集客も自分の手だけにかかっているということで、そんなにたくさんお客さんが来てくれるかなっていう心配はとてもあったのですが、とてもありがたいことに、なんとか目標にしていた20人ご予約をいただけまして、とりあえずなんとかなりそうだなという、ほっとしてこの日を迎えております。あとはさすがにフルート1本でアカペラで演奏するっていうほどの技量と勇気がなかったので、自分の伴奏と、あと人様の伴奏と音源を持って向かったわけですけど、無事に音が出るかなとか、そういうとこがちょっと不安な感じで、あとはもう楽しむだけだなっていう感じでした。というわけで、サンマルクでした。チョコクロ美味しかったです。で、空港のこの広々とした
景色、ついつい動画を撮ってしまいますね。ジェットスターの搭乗券です。すごく搭乗口とかここで合ってるかなとかね、そわ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 したけど、無事にこうやって飛行機への道をたどっております。ジェットスターって本当初めて使ったんですけど、小型でね、本当に空を飛ぶための最低限の乗り物という感じででした。シンプルな飛ぶための乗り物という感じがしました。でも、もうこれ、もう東京ついてる。ついてます。東京ついてない。成田について、成田、なんだっけな、これは。エクスプレス的な、スカイライナー。今言ってましたね。京成スカイライナーですね。スカイライナー。で、この日ですね、前日、そわそわして、飛行機の心配とか、なんかいろいろで、眠れなくて、全然。寝不足ですごく眠いです、この時。眠くて目がしょぼしょぼしながら。やってます。でもとりあえず無事に着陸できてよかったなっていう安心感とともに夕日を見てホッとしてます。でですね、東京帰ったこのタイミング、ちょうどね、新宿駅でジョジョの広告がやってる時だったんですよ。でこれは行かねばならぬと思って見てちょっと映しちゃいますね。こんなだったんですよ。東西自由通路、この壁一面ジョジョの広告が流れてた、いて、うおーって興奮しながら見てました。でブチャルティ連れてってたんですけど、さすがにちょっと人前に出すの恥ずかしくて撮れませんでした。で渋谷です。ちょっと後で来るけど、またとりあえずね撮っときました。そしてもういよいよライブ当日です。今回のライブは結構初めて来てくださる方や遠方からお越しの方も多かったので、赤坂駅からの道順をこう動画にしてアップしておこうかなと思ったんですが、撮影だけして投稿せずに終わってしまいました。なのでこうやって Vlog として紹介していきます。で今回の出演するお店こちらです。赤坂のドット&ブルー、イエーイ。こちらのお店は私が数年前から定期的に出させていただいていて、大阪に引っ越すまでは結構お世話になっていたお店なので、とても思い出でもあり、私にとってホーム的な場所でもあります。今回のソロライブの選曲はとにかくリラックスして楽しめるっていうテーマで、で、よく配信で演奏している曲だったりとか、好きな曲を選んでみました。で、その中の一部には私が練習しているギターで自分で伴奏を取ったりしたものも数曲ご用意して、セルフセッションとして演奏してみたりもしました。でそのライブの一部始終は YouTube で配信をしまして、アーカイブもまだ残してありますので、ぜひ見逃した方はご覧になってみてください。幸せなライブの余韻にまだまだ浸りたいところではありますが、翌々日にはもう一つのビッグイベントが控えており、その会場へ向かっております。場所は渋谷。私が17ライバーとして所属している事務所ストックフォースの主催フォトブックサイン会に参加します。12月にランキングで事務所の上位に入賞させていただいたので、皆さんの応援により、それでね、なんとフォトブックに掲載されることになりました。渋谷でね、期間限定で販売されて、サイン会は1日だけ、私はこの日だけ参加しました。渋谷にね、せっかく来たので、そのサイン会の会場に行く前にちょっと寄り道をしましてね、どこに向かったかと言いますと、場所は奥渋谷文化村とかの方面なんですけどにあります、私のお気に入りの本屋さんがあります。ちょっと紹介しますね。渋谷パブリッシング、なんだっけブックセラーSPBS っていう本屋さんです。もう映りますよ。
ちらです。おっとちょっと目が回りそうですから大丈夫ですか。はい、おしゃれな素敵な本屋さんです。渋谷に来ると大体寄ります。もう散々立ち読みをした末、今回は4冊も買ってしまいました。お気に入りが見つかりました。本についてはまたいつか何かで紹介したいなと思います。いい本買いました。そしていよいよ会場へ向かいます。場所はなんとですね、渋谷に行ったことなら誰でも知っているであろうロフトの1階、この下降りてすぐ左でした。会場がびっくりでしょう。じゃーん、じゃーん、これは配信の録画です。サイン会場はこんな感じで、写真のでっかいパネル展示とフォトブックの販売がされていました。で、買ってくださった方に一人一人手書きでサインを入れるっていうイベントがでした。サインしたところです。で、こうやって書いてる模様もちょっと撮影していただいて、自分でサインを考えるってちょっと最初は気恥ずかしかったんですけど、まあ、17の配信をするようになってこんな感じです。いろいろね、お礼として用意するようになりました。普段は文字での会話しかできないリスナーさんと実際にこう顔を合わせておしゃべりできるっていうのはとても貴重で、そして楽しい時間になりました。楽しかった2つのイベントをあっという間に終え、そしてまた私は飛行機に乗り大阪へ帰るのです。これは成田空港のご飯ですね。汁なし担々麺の天津セットを頼みました。なかなか本格的な味でとっても美味しかったです。私が音楽活動をし始めた時は自分でライブを企画しようなんていう勇気も全然なかったですし、やったところで誰が来てくれるんだっていう、本当に何も見えなかったわけですけど、 YouTube だったり17ライブだったり配信活動をしていくことで私のことを知ってくださる方が増えて、でこうやって一人きりのライブをしますって言った時に駆けつけてくださる方がいろいろなとこから来てくださって、なんか本当にここ数年の環境自分ですごく変わったなと思ってすごく感慨深い日になりました。仮にもミュージシャンとして活動しているわけではありますけれども、超絶技巧が演奏できるわけでもなければものすごく即興が得意というわけでもなくて、こういろいろまだまだ自信のないところはたっぷりあるんですけれど、なんかその中でもやっとなんか自信となって、最近自信になって思えて、あ、ちょっと待って喋れないうまくそう、今まではだからそのすごく技術が高くないといけないんじゃないかと思ったりとか、なんか確固たる自信みたいなものがないと演奏できないんじゃないかなって思ってたりしてたんですけど、それで結構あんまり自信持って活動できなかった部分もあったりしたんですが、最近は本当に配信に来てくださる方々のおかげもあって、なんか私の演奏で楽しんでくださる方がいるんだなと、なんか力をもらってくださる方が結構いるんだなと思って、だったら自分の今できる演奏でそれを表に出していけばいいじゃないかと、ちょっと開き直りができてきたかなと思います。だから理想としてはもっとやっぱりもっとかっこいい演奏をしたいとかあるんですけど、今の自分は今の自分として出していって、それを楽しんでくれる人がいるのならば、もうそれはもうそれで100点満点じゃないかと思います思いますので、今できることを引き続き自信を持って表現していきたいなと、改めて今回のライブをやってみてそう思うことが
きました。ジャズには正解がないので、何をやってもいいんだよと人から言われることはあっても、いやそうとは言ってもみたいなところが私の中であって、そうは言っても間違った音を出したらちょっと恥ずかしいしみたいな思いがやっぱりあってあるんですが、まあ確かに正解がないっていうのはジャズと限らず演奏活動にも言えることなんじゃないかなと思いましてですね。なのでなんか本当に型にはまらなくていいってやっと思えてきてるんですよ。なので逆にジャズ系ミュージシャンだからジャズしかやっちゃいけないっていうわけでもないし、ポップスもやっていいし、完全即興しなくてももはやいいんじゃないかとすらいろいろ振り切れてね来ました。で最近ギターも練習して少し自由が利くようになってきたわけですし、これからは自分のギターと自分のフルートでできる表現みたいなものを探しながら進んでいけばいいのかなって思っているところです。なのでしばらくは完璧な状態ではないにしろ、まあ完璧なんてものはね、どんなに上手い人でもたどり着けないものだと聞いておりますので、話に私もこれからもマイペースにね、できる限りのことをその都度その都度表現していければいいかなと思います。というわけでこれからもうちょっとソロライブの機会を増やしていこうかなと思います。これはなんか豚まんのやつですね、シミなんだっけな、なんとかシミ染み込み豚まんみたいな名前だったかと思います。美味しかったです、ふかふかして。そんなわけで音楽活動への意気込みを語りました。真面目なお話でした。ご清聴ありがとうございます。というわけで立川咲初のソロライブ&フォトブックサイン会東京ツアー Vlog でした。ありがとうございました。とても楽しい旅でした。また3月に東京にて、なんとライブがあります。また告知いたします。来てねで帰りの飛行機ではなんと富士山が見えました。空から見る富士山はまたかっこよかったですね。普段小さい画面を見続ける私ですが、空からこう地面を見下ろすと雄大な気持ちになりますね。地球は青かった人間って小さいんだなって思いますね。というわけでありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。これからも応援よろしくお願いします。立川咲でした。またねー。